ターンベリーは、イギリススコットランドにある、ゴルフコースで、全英オープンの開催コースである。スコットランド西海岸に面した、リンクスコースであり、全英オープンの開催コースの中でも、屈指の景観を持ち、丘の上の白い赤茶屋根のターンベリーホテル、白亜の灯台、お椀を被せたようなアルサクレーグ島、天気が良ければ、遠くに、クライド湾で最大の島であるアラン島や、 近タや半島も望むことができる。第一次、第二次世界大戦時には飛行場として利用され、12番ホールのグリーンの右手前の小高い丘には、第一次大戦のパイロットの記念碑がある。様々なゴルフガイドに、一度は、プレイしたい、ゴルフコースと紹介されている。会場が1906年で、全英オープンを初開催したのが1977年で、 以降2009年まで4回開催している。1977年の初開催時はトム・アートソンがジャック・ニクラスとのマヒルの決闘を制して優勝した。ワトソンは59歳だった2009年大会も好調でスチュワート・シンクとのプレーオフの末惜しくも優勝を逃して2位。コースセッティングの難度は高くないがクライドワンに伝わる巨人伝説にちなんで ジャイアントと呼ばれる海風を含む天候とも対決するため他の全英オープンの開催コースと比較して独特な難しさがあり2009年大会ではアマチュア時代から通算して14回目の全英出場でこのコース初挑戦だった33歳のタイガーウッズがティーショットもアイアンショットも不調で予選落ちを喫するなど初体験の世界ランキング上位の選手は軒並み 苦しんだ。ウッズのメジャー大会での予選落ちは父親の死去で調整不足だった2006年の全米オープン以来の出来事でプロ入りしてから2度目であった。ウッズは好天の初日は71でしのいだがジャイアントと雨の2日目には T ショットがフェアウェイを捉えたのは7度のみ。突如ジャイアントの吹いた10番ホールでは T ショットを右に曲げて 監修の後方のラフに飛ばしてしまい、ギャラリーや同組の石川亮及びリーウエストウッドと、ボールを探すと2度、計2個見つかったが、いずれも、ウッズのものではなく、ロストボールとなり、打ち直しの暫定球で、プレー再開して4オン2パットのダブルボギー、13番ホールも、ダブルボギー、16と17番ホールはバーディで、持ち直すも、この日のスコアは74、2日間通算5オーバーで、 予選落ちした。前衛初出場、17歳の石川遼は、リーマッカランをキャディに従え、ウッズと2日間同じ組で回った。初日は、5バーディ3ボギーの68で21位のコースタート。後天の2日目は、ウッズと同じく、ティーショットが、フェアウェイを捉えたことは7度でボギーを連発した。10番ホールでは、フェアウェイ右のラフからの第2打は、 グリーン手前のアイランドバンカー中央にある膝より深いラフにつかまりアンプレアブルで一打抜を選択してダブルボギーでラウンド後、あそこから風に気持ちが負け始めたとコメントその言葉通り11から15番ホールは連続ボギーこの日石川は78を叩き2日間通算6オーバーで予選落ちした2009年の予選通過ラインは4オーバーであり 他の日本勢の予選結果は、久保屋健一が、初日5アンダーで、ワトソンだと並び2位、対、2日間通算では3アンダーで、予選通過、今田隆二も3オーバーで悲願の予選通過、池田優太7オーバー、矢野東9オーバー、近藤智博10オーバー、小田博明14オーバーで予選落ち。4日間通算では、久保屋は4オーバーの284で27位。 今田は11オーバーで64位だった。当地開催の全英女子オープンでは2002年にカリーウェブが優勝。2015年はパクインビが2位に3打差で優勝。タンベリーの名物ホールは数多くあり、灯台を左前方に見ながら海を越えていく9番ホール、グリーン手前にアイランドバンカーと呼ばれるバンカーを設置した10番ホールなどが挙げられる。ありがとうございます。